本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小さ祭です。本日は、放課後サイコロクラブ、第3話を使用して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。さーて、なんかね、これ、この感じだと、うわひどいうわさ なんじゃこいつらはあなんなのうわびっくりしたなんだこいつら意味がわかんないなんだどうしたうんまあそはあんなことあったらねうんなんなのあいつら 怖い意味が分かんない今回あれですよねまあ今の子どもの頃の話かなと思ったけどまあ結構その何でしょう周りとの距離があることに関してまあそういうことがあったのかとあとそうだからミキはずっと地元にいるんですよね京都にだから動きがあるとしたらどっちかって言ったら綾の方なんだけど綾の方はね こうしてきたんんすもんねそれもうんまあ気になるっちゃ気になるけど前回の予告で言ってたなぜお姉ちゃんだっけお姉ちゃんの知り合いだっけがミキを見覚えあるあの頃のこと知ってるかなんかですかわかんないですけどあと書けないけどこれこの作品って オープニングの歌詞に字幕出るの珍しいですね。日本語の字幕。これ普段つかなくて、で、英語でだけついたりするんですよね。最近は。昔はそんなもんね、ファンサブでしかつかなかったんですけど。で、今回どんなゲームとかありましたっけなんか、誰だっけどっちの家だっけあやちだったか、みどりの家行って、ゲームするっていうのはなんかありましたけど、何あるとか出ましたっけ その辺の記憶がないんで、ゲームについて何やるのか。うん。うん。まあでも思い出すんだろうな。なん、んこいつら何な,なのほんとに。どうかしてるでしょ。な、なん、なんなのお、うん、<laughs> なんだ。んすかこれ、あやのお姉さん。 ぽいよな。ありえるとしたらそうだよな。おお、誰かじゃなくて、自分で行きますか。うん。今あなたしかいないですよ。何してるんですかなんか覗いてたんすかまさかお金落としたとかじゃないよね。はい。なんかいるうん。倒れたんじゃなくてね。っていうね。これは、あやのお姉さんっぽいな。 うんあ察刺したか聞いてたのと違うって行き先はこの先は確か動物病院みたいなあええー、ああ なるほどなるほどこういう出会いかでももう間違いないだろうなここまで来るとこれで <laughs> これで、ね、違ってたらもう本当にね猫マスターあの言語感覚うん人見知り同士気が合うんじゃないですかええー、妹ね間違いないねこれはうん うーんなるほどなるほどこれねうん <laughs> 先先取りしてしまったうんそうかもねうんうんうんほう 知り合いに似てんじゃないですかささくらっていうのんへ <laughs> えー、うんうんうん <laughs> まあいい出会いでよかったですねどうはいああそうなの大丈夫ですか時間 ごちそうさまま、あどうせすぐ会いますよ。多分だけどね。これで違ってたら本当バカだな。さあ待って、どっちの家でしたっけ何していくんしたっけうん。ちょっと人助けよね。はい。ああ、あやんちね。了解。 どういう流れでそうなうんはあさあってどういうどういう話なんだろうなどう流れてこうなったあ,あええー、でうんうん <laughs> まあいいっすけどうん そんなところ持ち帰ってああそうらしいですねうん <laughs> 4人であそういうことかあれそういえばうんエミリは出ないうちに4人目のメンバーお久しぶりですさっきぶりですねさくらさん うん、まあそういうことなんでしょうねはいあもういるじゃんその友達これですか予告で言ってたお姉ちゃんの友達お桜さくらが隠れるってことはん花 なんでお姉ちゃんを花呼びなんすか前呼びなんすかそういうんですか昔からそうなんですかわかんないですけどうんうんなんで関西弁に <laughs> うんでも似てるとこなくもないよなすーごい完璧な挨拶だなうんほんとだよ 好きがねうん。よろしくお願いします。ギャルって言われるんだろうな。多分ね。うん。うん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 。はい。どういうきっかけまだわかんねえしょう。初対面ですよ。格好が。うん。 うーんびビビるおうあと駄菓子屋思い出すんだろうなかなりの人がうんおうえっ客で来てておう、ああはははは いいまあいいっすけど、本人だけいいっすけど、うん。どんな男でも逃げてったらなあ。おああ、いいですか。うん。うん。 若干 <laughs> うん <laughs> なんでなんですかそれちょっとうざめで思い出したななんですかこの <laughs> この BGM <laughs> 鴨西う <laughs> んそうなんだまああんまりいない見た目ですかうん そうなんですかなんだろうね。そう。うん。両方ぼんやりしてんの。ああ、そうっすか。まあ、いいっすけど。え、そうなの違うんですよ。今日は違うんですよ。すいません。うん。もうちょっと思い出してほしかったけどな。でも、 何のゲームやるのか。カードゲーム何ゲームインカの黄金だったのね。これ気にしてる人いたわ。うん。えー、5人でできるんすかうん。逆だろ。<laughs> こいつ、知ったばっかのことを。ははは。 ゆるたい方やばいだろそれまあねこの辺は専門家にあーへえへーほーうボードがなくてそれをやるんですかうんほーこれえほー これバラで出発するの冒険に、うん、うん、ああ、うん、ほうんー、うーん、探検隊で行くんか、あ、うんー。 へえ。こういうのを地図とかなくやるのか。なんかほんとにすごろくのイメージ強すぎんな。うん。え意外と早い。おう。ふ、う、ーん。意外と早かったな、冒険の終わり。俺たちの冒険は、ここで終わりにしよう。 みたいなね。うん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 帰るとほうほう。 ほう。ほう,う。なんかあのー、うん。うん。そうね。まさにね。お得意なんですか、チキンレースが。得意だとして、なぜ得意なんですか、チキンレースが。うーんなるほどね。自分の月がどのぐらいか。 を感じながらどうするか判断していくこれ本当と運だなうんうんん持ち帰るからかあーなるほどなるほどなるほどあーほらなるほど,るほどあだから先に進めば進むほどたくさん取れるけど その分、どんどんと、ゲームオーバーのリスクが高まっていくと。うん、どこで引えれてたな。小口を稼ぐか。ただそうすると、大口を、指を加えて見てるか。うん。5ラウンドね。はあ、あ、いい、違うの全部。どれが出るかによってまた、 ああこれが迷わせるのかなるほどねうんいきなり最高のやつ引いてこれで帰るっていうねのを繰り返せれば一番安全ですけどねちょこつずつしか稼げないけどやめとくかみたいなね決断だなうんうん、はあ、前回何だったんですか 何から何ぶりなんですかさてこういうのはそうかミキは心理戦だと強いけどだいぶ運要素強いし勘だな勘ときだなきを引けるのは誰だうん <laughs> すいません <laughs> すいませんってことないけどうん うん。だから早めに帰った人はこれをあ、そういうことになるんですよね。うん。これを見てるしかないですよね。うん。うん。ああ。まさにそういうことだったんですけど、な うん。でも、こいつらは、うん。うん。絶対違うと思います。あいつらマジで何なのお私 <laughs> 私が守りますって。私たちじゃないのね。私が守るのね。うん。 なんつってかなあやるねうん <laughs> そういう煽りを無視しながら弾くときは弾くっていうね決断うんなんか感じるあほら <laughs> まあ案の定っすよねうん読めてたんだろうねうんかけ慣れてんなあうん うわー出たー。バクトだ。勝負師がおる。まあでもその勝ち筋をよくわかんときなさい、こういうときに。なるほどね。ぶっちゃりなんすか。お 独断状すかおミキだけがついていく。おう。おな<ー>、<laughs> なんでそんな不安なんですかうん。うん。 ちょっっとかかなかったなたうん。おおおすっげえよくここまで来たな。うんうん。おさあそう言われてうん。さあこう言われてどう決断するかな。うん うんさあそこでどう思うかなうんおさくらさんうんいやーありがとうございます勇気づけに来てくれたんですねうんおおさあ戻るかだなこれまでと同じ引き返しの道を選ぶかおおさあ来たねー 勝負に出たね。うん。うん。変わりましたね。ね。これはもうほぼ確実に食らうでしょう。普通だったら。うん。マラケシュの時の運が。ね。ここでまた発揮されるかね。はいとー。 向かわれましたね。マラケシュンと時もこの引き寄せる力出てましたし運も強い引きも強いか。うん。そうその時とは違うとことですね。うん。だこれが今回のサブタイヤですけどどういう話なのかと思ったら。うん。 京子京子のほうが名前うんねおお京都の京だからっすか思い出しましたかうん誰 この時にたんだもうまあなんかそういうことがあったんだろうなというねうーん思ったけど誰かは京子って呼んだんだあああ <laughs> なるほどそれでねなるほどねでこの時も別に特にその後会ったりすることもなく このときのではこれだけかうんなーるほどそういうことかわかりましたうん,う,ーんうん,うーんなるほど。 ああいやー素晴らしいですねうん本当に今回のゲーム内容とでその中で見せたミキの心の変化これまでとは違う自分というものが過去のそのバックストーリーと見事にオーバーラップしましたねああうわ <laughs> 綺麗にしまったねそんな3つの 話の流れがここで最後にひとまとめに重なるってのは見事だな今回なるほどねマラケシュは運と戦略ほとんど心理的な駆け引きないぐらいの感じのゲームでであのゴキブリポーカーはもうほぼ心理戦運要素もあるけど運はカードまでだな 配られたカードまでが運で、そっから先は、心理戦、離れした、バカずと、相手を読む力によって、不運も挽回できると。で、今回のは、だいぶもう、ほぼ、いつ生き返すか、いつどこで手を引くかっていう、駆け引き要素ぐらいが心理戦のところあって、ほぼ運ですよね。うん、だから、 これまでの3つの遊びの中で最も爆打的要素が強い。でちょっと多分だけどまあ私は見たことないですけどかげ狂いとかね思い出す人いるのかね。うん。んうん。おお何だろう。スカウトにでも来てるんですかわかんないですけど私のことは諦めてください。何に誘われてるんですかね ほんで、多分ゲームで勝負するんでしょうでも、緑と勝負するぐらいだから、先輩もう相当なんか腕に覚えがある人もうちょっと話ちゃんと聞こう。緑の夢、生徒回復会長とゲーム対決なぜゲーム対決をで、あと、なぜ何に誘われてるのを諦めてくださいって言ってんだろうな。で、それが緑の夢とは違う方向向いてるということですかでも別に普通にゲーム対決なんかしなくても、 いいいえやりりませんんでで終わわじゃななすか <laughs> わかんないけど何に何に誘われてるんですかねなんか部を作りたいとかそれともどっかの委員会に入ってくれとかいうスカウトの要望なんでしょうかわかりませんけどまあなんでさっきちょっと言ったのも続きですけどまあ掛け狂いとか怪獣とか思い出す人いいんじゃないかなっていう本当にいかに月を引いてその月を自分で信じれるかどうかそういうかなり爆打的な要素の強いゲームでしたね今回のは今までの中で一番。 で、前回予告見て気になってたね、その、ミキのこと見覚えあるってどういうことなのと、どっちなのと、でも越してきたばっかりのアヤのお姉さんってことないだろうから、その友達なのかと、で、どういうことがあるのかなっていうのと、あとゲームの内容ね、気になったんですけど、まあそういう感じですか。やっぱりお姉さんのその友達の方が地元で、で、昔、そういうことがあって、で、あいつら本当は何だったんだ。で、ミキと一瞬だけだけど、言葉を交わしてると、でも本当にね、 さっき本編の終わりの方でも言いましたけど、そのゲームの内容、そのゲームの中で勝利をつかむ宝物を見つけるのはどういうプレイか、プレイヤーかっていうことと、そのミキが勇気を出して暗い記憶の中を探っていったら、その闇の中にしまい忘れていた大切なものを見つけるということがゲームのね、その勝ち筋と見事に重なっていて、綺麗な話でしたね、今回。うん。いろんな謎だったものが若干わかりましたかね。 あと、ね緑が前回言ってた、その、両親の影響でしたっけで、ゲームに詳しいとか、あと今回の予告でもあった緑の夢その辺も若干次回までに気になったところですね。ゲーム、あの、サイコロクラブは、あれバイトでやってんでしょってことは別に実家がゲーム屋とかじゃないですよね。なんだろう謎だ。まあ、次回わかるんでしょそれが出てくるんでしょんで、前回見終わって、リアクションとかディスカッションとか拝見していって色々とございました。 この作品は割とリアクション、1、2、3、4。まあ減りましたけど、まだチャンネル3、4つのチャンネル3で取り上げられてて、で、今期私が一緒に見ていくんじゃないかなという感じですね。まあ今のところまだ、この4つのチャンネル3で落とされる気配ないですけど、まあわかんないですけどね。まあ少なくとも3つは多分、うん、継続されるんじゃないかなという感じです。前回のリアクションだと、 まあ、翔太っすよね。翔太一瞬女の子だと思われてましたね。あるチャンネルさんでは。あと、他のあるチャンネルさんでは、翔太は可愛いいって言われてましたね。うん。まあ、あとは頑張れとかね。いろいろとまあ、誰しも経験あるであろう、ああいう状況とかね。なかなか共感を誘って応援したくなるような、そういう話でもありましたからね。そんな反応でしたかね。あとはやっぱり、こういうボードゲームの話になると、みんないろいろと語ることあるんだなっていうね。 みんなずっともう熱中してやってたか、今もやってる人もいるし、子供の頃夢中になってやってて、で、あれでね、勝ったり負けたりで、散々友達といろんな思い出できてるでしょうしね。結構盛り上がってますね、この作品の。そのゲーム内容についてもそうですけど、これに触発されていろいろと思い出して、ゲームの昔の思い出とか、語り始めて。割とみんな、そっちの話で白熱しててね、意外な感じですね。そんな話があったのと、あと、ディスカッションですね。 まあ、翔太が出てきたんでね、さあて、今まであんまりないパターンだぞと思っていたら、やっぱり翔太ーーに対する反応もいろいろでございました。まあ、普通に、まあ、ありがちな、ああいうね、いろいろ考えたり、企くらんだり、奮闘したりするよね、みたいな普通の反応と、あとは、男が出てきたっていうんで、発狂してる人とかね。まあ、これはね、あのー、いろいろネタでそうやってなりきって言ってる人もいるんですけど、CGDCT 作品なんで、お母さん、僕の CGDCT に男が出てるみたいな、 書き込みしてる人とか、そういういかにもな、萌えアニメオタクっぽいセリフを書いてる人もいれば、あとはこの人は本当に、ガチなのかネタで書いてるのかわかんないですけど、本当にもう、マイアニメリストのディスカッションフォーラムで暴れ回ってる人がいて、凄まじい勢いで怒り狂ってる人がいましてね。ああいうスレでは本当に名物ユーザーだな。名物アカウントだな。もう本当にもう、翔太の存在自体がもう、1から10まで全部許せないみたいで、散々な書きっぷりでしたし、 その主張をしてる内容には一切同意できないんだけど、文才が素晴らしいって、<laughs> たまに言いますよね。書いてる内容には一切共感できないし、とんでもないことばっか書いてんだけど、その語彙と使いこなし方が尋常じゃないっていうね。もうユリしか許さない。ユリ、ユリの中でも幸せなユリ結婚しか許さないぐらいの、もう完全に徹底したユリ芸人主義みたいな人がいて。まあこれ、この人ね、あの、墓地生活の回にも切入れてたんですよね。あれ、回わかんないですかね。あの、回と墓地の、 あのお互いをもう尊い心、もうああいうのもあそこまで有利原理主義の人には許せないですね。貝にも切れてましたし、当然、翔太にももうその登場、存在そのものにぶち切れまくってましたね。まあでも本当に名物扱いになってて、その人の書き込みをスクリーンショットでコレクションしてる人がいましたね。俺、あんたの書き込みをスクショでコレクションしてんだって、ね。あんたやべえよ、マジやべえよみたいなね、こと言ってる人がいて。まあそういう名物アカウントの反応はちょっと。 特殊とはいえ、まあでも珍しく CGDCT にああいうちゃんと普通の男の子が出てきたってことでザワザワっていうねでなんかわざとザワついてみせるみたいなネタで書いてる人もいましたけどまあ、そういうのが普通に出てきたのとあとはまあやっぱねあの翔太のあのまあ本当につたないでもあのぐらいの年頃だとありがちなああいう失敗とかまあ頑張れよとあとあいつのことは好きだなって言ってる人とかいましたねうん。 まあこの辺は珍しく普通の男の子が出てきたっていうんで、そういう反応があって、なるほどなるほど、やはりなという感じでございましたね。あともしかしてあの人はまた怒り狂って暴れ回ってるのかなと思ったら案の定その通りでございましたという感じです。でもね、翔太かわいそうっすよね。今考えてもね、まああの後もめげずに頑張っててほしいですけど、あんだけいろいろ、まあ小細工ですけど、近づこうとしてことごとく失敗して、で、やっと近づけたと思ったら、その好きな人自身に高い壁を作られ、さらに 裏でデマを吹いされるというね。ふんだり蹴ったりですね、昇太。まあ、ああいうことがあったんで、同情してる人もいましたね。うん。あと、書き込みでですね。いや、これね、わかるけど、気持ちはわかりますけど、この人、完全に幻覚見えちゃってるなっていうぐらいの人いて、メジャーボッチバイブスですって、この作品見て、ボッチの波動を感じるんですって。いや、それ、完全にやばいっすよ。受信できたらいけない電波受信できちゃってますよ。いや、あのね、まあ、確かに、 あの見ていくと、見ていくとギリ、だいぶ距離あるけど、無理やり、もう、ぐー引っ張って、繋げたら、まあ、接点なくはないかなっていうことをね、説明してるんですけど、大野さんが暗い過去さんを思い出させるっていうんだけど、ちょっとなぁ、だいぶ無理あるぞ、これ <laughs>。あとあ、綾がついてないからっていうのもね、あるに似てるって。もう、この人、ダメだわ。ぼっち生活が恋しすぎて やばいもの見え始めちゃってる。見えちゃいけないものは見え始めちゃってる人がいましたね。まあ、まさか今期まで気づると思わなかったなぁ、墓地生活。これ、どっかのね、リアクションでも言いましたけどね、ある時突然、その墓地生活、リアルタイムでご覧になってたリアクターさんが、何の前触れもなく墓地の画像を貼って、墓地が恋しい、2期はいつみたいなことを YouTube のコミュニティに急に書き出されて、どうしたどうしたと。 まあどんだけだからボッチが人々の心に刺さっていまだに恋しがられてるかってことですね。すごいですね。もっと人気になって話題に上がって、で、みんなを無知にさせるアイドルみたいなキャラもいる中、ボッチのあの愛され方って変わってますよね。今までにないタイプの愛され方ですよね。もうその愛する人たちの心の一部になっちゃってるっていう感じ。これ見てボッチバイブスねえ、重症っすよね。でもわかるなあれはちょっと特別な作品でしたよね。 ああ、っきとスコーチングピンポングローズね。灼熱の卓球娘ですね。私、さっきは拝見してないですけど、卓球娘はほんといい作品でしたね。スポーツものとしてもよかったし、とにかくいちいちテンションが熱いのと、やっぱあの、戦闘狂じゃないですけど、その卓球狂というか、うん。ちょっとあれはすごいテンションの作品でしたね。まあ、力抜けてるとこは抜けてるんですけど、うん。こと卓球、そして勝負ごとになると、すごかった、あれは。 暑かったまさに灼熱だったな。とかとちょっと似てると。うん。で、その、あやの残念さを見てね、残念だっていうね。うん、残念って、ああ、ここにもいるわ。だから、その残念、あやが残念で、だから残念といえばあるで、なんで残念なある様が転生してるね。生まれ変わったって言ってるね。うん、残念もだいぶ定着しましたね。残念、残念だ。うん。まあ、これもあるのせいですね。残念ながら。There's a romance in my CGDCT。CT. ショー WTF is this. うん。<laughs> これ続くな。うん。There is a guy in my CZDCT show.This is heresy. あ、でも、いや待ってよ。彼は燃えるから許そうって言ってる人いる。あ、そう。ショータ燃えますか。うん、ユリフィケーションじゃないんだな。でもやっぱり前回ね、見ながら私、あと見た直後でちょっと予想してたのが、まあ逆に神聖な人いんじゃないかなと。It's very Refreshing to see a male character in a CZDCT. うん。まあそういう人もいるでしょうね。おお、あとここでも、まあ今回じゃない、前回か。前回出たゲーム、ことごとく、どれはどれって書いてる、リストにしてる人いますね。さすがだな。あと、言及があったのでということで、ボードゲームとカードゲームは、本当にドイツでは大ごなんだと。うん。大量のゲームを持ってないやつを知らない、すって。で、最高の賞があるんですってね、ゲームの。 ゲームオブ・ダイヤール・アワードっていうのがあるんだ。ああ、で、製品のパッケージにその賞を受賞したっていうことを書いたりとかして、なーるほどね。だから、この、すごいですね、ドイツ、本当に、そういえばリアル・ジャーマンの人も書いてましたけど、どっかで、ドイツでは本当にゲームっていうのは、うーん、一大文化というか、国民的娯楽なんですね。だから、みんな新しく、日々新しいゲームを考えてる人もいるし、で、ゲームを考えた人は、その、ゲームオブ・ダイヤール・ を目指して目指指ししてて全員が目指してるか分かんないですけどとりあえずそういう大きな賞が1個あってでそれで賞をもらったりするとそれをパッケージに変えたりとなるほどうんあと他のリアルジャーマンの人が懐かしいって言ってるんですねーた正体に対してマンドブダカルチャーねうん毎回1人はいるなあとやっぱりね前期の女子ムダがまだ相当王を引いてるみたいで ま、いまだにあちこちの掲示板でも見ますよ。あの、私も YouTube の方のコメントでもいただきましたし。あの作品は本当にいい作品でしたね。あやがバカだからバカや。で、そのバカやからバカのこと思い出したんでしょうね。これよりもっとバカだったらすごいこと言っていいか聞いてくるぞっていうね。でも実際の話、今からすごいこと言っていいっていうね。みんな好きだったんですね。女子無駄。セリフ覚えてるんですもんね。うん、他にもやっぱり翔太の存在はリフレッシングだと言ってる人いますね。そう、ホルさん。 あと結構好きだって言ってる人いますね。キューだとか、リオリライク。うーん。まあ、案の定スれで大暴れしてるような、そのぐらいキレてる人もうこの作品には1点をつけるっつってるね、10点満点中の1点をつけるって言ってる人とか、いる反面普通に受け入れ,れてる人もいるな。うん、可愛らしい話だったと。彼にはお悔やみを申し上げる。ね。あと、ミキの方言ですね。ま、あ翔太もそうでしたけど、やっぱりあの方言は変わった魅力があると。 方言ってわかんない人でもなんとなく感じられるみたいでそういうのは多分もう全編通じてねなんならこの作品見ていくうちになんとなくあの関西弁京都弁っていうイントネーション普通の標準語との違いとかなんとなくわかるようになる人いるかもしれませんしうんポツポツですけどねたまにボソッとあの名りいいねっていう人いるあとまあこれどうでもいい作品がある話なんですけど Hulu でもやってるんですか配信されてるみたいなんですけど プールにマチュアオーディエンスオンリーって言われたんだけどって言ってる人いるんですけど、で、なんでだろうっていう疑問に、あの、前回のね、ゲームの内容、欺いていらないカードを、いらない害虫を人に押し付けるゲームっていう内容だったことを指摘して、欺くという行為は子供には行き過ぎた概念だからっていうことを答えられてる人がいました。よくわかんないですよね、あのー、たまになんでっていう、米国のサイトとか、あと、まあ、YouTube とかでもそうなんですけど、 最初になんか、そういう何歳、何歳以下は視聴を推奨しませんとか、何歳以下のご視聴には保護者の監督を推奨しますとか、ありますけど、そんな動画でも一体どこがっていうことたまにありますよね。一回なんだっけちょっと詳しい数字忘れましたけど、ケモフレが突然、あの、アマゾンのレーティングで、そういう何歳以上とか、急に設定されて、 なんだなんだみたいなこと一瞬話題になったことありますね。まあ、アマゾンのあれって変わってきますからね。あとエピソードによっても違ったりするらしいんですけど、まあ、詳しいこと知りませんけど。こんなことがあったりとかね。謎ですよね、あれ。まあ、配信する、配給する側でも話の内容とか描写とか最後まで知らないでしょうからね。最後まで知らないし、細部も知らないし。だから見てから、見てから上げ下げしてるのかもしれませんけど、まあ、そんな感じのディスカッションでございましたと。んで、今回のどんな反応になりますかね。まあ、一番 <laughs>、 誰もが憤慨するというか、ここまで来ると意味わかんないんですけど、あの冒頭の連中、あれ何なんすか、マジで。本当に終始一回見のわかんない連中だった。でも、あ、そういえば、女子無駄の時にも、そんなやついたな。まあ、あの辺は、誰しも憤慨するというか、意味不明すぎるところでしょうね。で、まあ、これはね、多分誰しもが、あの、倒れ込んでるから、ほんの数秒で、あやのお姉さんじゃないって思うでしょうね。なんとなく、雰囲気で。 で、覗き込んでるっていうのでも完全に、ああ、これはと。まあ、あと全体的な雰囲気とかね。この辺は割と早いうちにリアクション見てても察する人いそうですね。で、そうつながるのねっていうね。で、あの、京子さんね。なるほど。そういう人か。多分ギャルギャル言われてるんだけど、これはどっちかっつ言ったらレディースなんですよね。レディースの方はなぜかあんまり有名じゃないっていうね。ジャンルとして。ああいうヤンキーキャラだけど、まあ、さっきも言いましたけど、駄菓子屋を思い出す人がいるんだろうなっていうのと、一定の層にはかなり、 好評ななんだろううううという今からもう見えるようで,すですがで京子さんとみきのお互いにかすかな見知った記憶の謎は置いといてゲームとうんうんまた違ったタイプのゲームだな勝敗を決する肝になる部分がこれまで出てきた2つとどっちとも違うっていうねうんこれね細かいことですけど前回の予告では何やるって言わなかったんで予告に出てきた映像のみから次回のゲームを 推測しようみたいなことをリアクションでもやられててめっちゃ拡大して「インカの」ってよく日本語読めますそこでも解像度が低くて潰れてて読めないっていうね。でもよくあそこまで解読されました、本当に。なんとか日本語を解読してゲームの名前を当てようとされてましたけど正解は「インカの黄金」でしたね。あとコメント欄でもね、誰かわかるやつ教えてくれとかね、おっしゃってましたけど。なるほど、こういうゲームだったか。 でも本当にいろんなゲームがあってみんなよく考えるもんですねって毎回感心するうん大抵どういうゲームでもねもうそのゲームパターンとかそのシステムとかある程度もう見知っててボードゲームなんて見かけてもどんな内容だろうと想像することもないんですけどこうやって改めて中身紹介されるとねなるほどうまくできてんなと毎回感心しますねこれも多分やったことある人いるんでしょうねでやったことない人も 私もそうでしたけど、ペース配分うまいっすよね。見ていきながら理解していけると。毎回自分の好きなゲームが取り上げられないかなって期待してる人もいるし、今回自分が持っているゲームが出てきてびっくりしたって言ってる人もいるんで、その辺の反応が大きいんじゃないかなという感じがしておりますね。そんなところを次回までに見ていきながら、いろいろと面白いこととか、また見つけていけたらなと思うとるところでございます。 なんとこですかね今回はそんな感じで放課後サイコロクラブ第3話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた